巻いていきます。畑は去年まで牧草を栽培していたんですが、雑草が多くなったために今回、2ヶ月ぐらい前に除草剤をまいて草を全部枯らした後に堆肥と肥料をまきました。そしてここを耕運して今のような状態になっています。ここにオーチャードとチモシーをこれから種をまいていこうと思います。そして今回使う機械がこのトラクターとこの後ろについているハシケ、ブリリオンのグラスシーダーといいます。こんな感じです。ブリリオンのグラスシーダーといいます。ここに種を入れて、このローラーとローラーの間に種が落ちる仕組みのようです。そしてこのローラーで鎮圧されていくという仕組みです。結構重い機械なので抜からないか心配です。早速やってみます。はい、ということで種全部入れ終わったので早速巻いていきたいと思います。
たが雲行きが怪しくなってきました。山の方で雨が降っているようなので、なるべく急いで作業を終わしたいと思います。はい、ということで牧草の種まき作業終了しました。なんか雨が降りそうだったんですが、降る前に終わってよかったと思います。今回ここの畑とあとこっちの畑まきました。チモシーとオーチャード、分かりにくいですが、狛江の種落ちてるの見えると思います。見えないかな。ちょっと分かる、細かいの種落ちてるの分かると思います。種少し余ってしまいましたが、まあこれぐらい大丈夫かなと思います。種まいて2週間経ってこんな感じで芽が出ました。うっすらと緑になってるの分かると思います。来年には一面いい牧草が育ってくれるといいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。